私の父親のご先祖は鹿児島で、はい、それで母は福島いわきなんですけれども、いろんな縁があって、はい、一緒になって私が生まれるんですが、子どもの頃ですね、体があんまり丈夫じゃなくて病院通いをしていたような子どもでした。まあ、自分で言うのが変かも分かりませんが、真面目な子どもだったと。今はもう人一倍体力もありますし、この年齢で言えば他の人に比べたら元気な方ですね。長距離の通学ができなくてですね、はい、1年間休学してしまったんですね。で、高校1年生を2回やるんですけど、その休学してる1年間の間に体力をつけるとか、はい、健康になるためのそういった本とかこう知識を吸収して自分で実践をしていったということです。その頃消極的な性格だったんですけども、子供の頃からあえて意識的にやるかやらないか迷ったら、やる方に、考えないでもすぐやる方に自分が行動するというふうにして、自分自身の活動というか日々の生活をするようにしましたら、なりましたら、だんだん性格も変わってきた、そんな気がしております。私もそうだったんですけども、若い方々もいろんな経験すると思うんですね。苦しいこと、辛いこと、はい、そういった苦労は全て自分の財産になるんだと、将来のそういう思いで取り組んでいければ、つまりプラス思考ですね、何でも自分のためになるんだという経験だというふうに考えるだけで、多少のことは乗り切れるんじゃないかなと、そんなふうにも思います。そうですね、大学に入りましてから合気道部に入部して、それで体を鍛えたということも、それも一つの要因になっていると思います。1年生で入部して夏の合宿がですね、はい、山梨県だったと思いますけど、そこでやっていた時に倒れて救急車で運ばれて、でも、はい、大したことはなかったんですが、2、3日稽古を休ませてもらったり、そんな本当自分とすれば失敗だと思いますね。情けない思いをしました。次の世代へ夢と希望を